こんにちは、ジムニティ代表の岩崎です。あのですね、先日動画でも ご説明させていただいた、ジムニティで Amazon の欲しいものリストを公開させていただいてるんですけども、全日本から帰ってきたらなんと様々なものが届いてですね、いや本当にありがたい限りなんですけども、このまあ僕ある方からおすすめされてエビオス、まあ日課、もう日課になってるんですよね。食事後にエビオスを飲むと。でまあなんでエビオスがいいのかっつったら、まあその腸内環境だったりを整えたりだとか、エビオスの中には結構栄養素がたくさん入ってて、まあ体の内側から綺麗にしていくために、なんかその毎日食後の後に飲んでるんですけども、そうですね、その時飲み始めたのがもうこんなでっかい瓶で2000錠だったんですけど、どんぐらいだろう、3、4ヶ月ですかね、得て、最近ちょうどそのエビオスを飲み終えようとしてるところだったので、今回このようにエビオスをいただいてすごく嬉しいです。でそれプラスアルファで、まあこっちもいいよっていう感じでおすすめされたものをその Amazon の欲しいものリストに、まあ、載せさせていただいたんですけど、この2つのセットですね、いただいて、それこそ予選、全日本選手権の予選が通過できなかったストレスからか、ちょっとここだったりだとかちょっと肌荒れがひどくなってるんでね、まあこの腸内、まあ体の中から整えてね、怪我だったりだとか体調面整えて、これからも練習に励みたいと思います。そしてですね、このレッドブル、これはもう大事な練習の日にしっかり飲んで、ね、ベストパフォーマンスをその一日一日にしっかり出せるよう、これからも練習頑張っていきたいと思います。この度ありがとうございました。これからも練習引き続き頑張って、試合も頑張ります。ありがとうございます。またぜひよろしくお願いします。まあ、今回はですね、このような形でいただいたんですけど、いつかはこれを他の選手だったりとかにプレゼントだったり還元していけるような場を築けたらなと私自身は思っていますので、ぜひ皆さんこれからも応援よろしくお願いします。